午前8時半の青井区役所です。今日から期日前投票が始まり、区役所内には投票所が設置されています。今日始まった知事選の期日前投票のために投票所を訪れた人たちは、受付で宣誓書を受け取り、期日前に投票する理由や氏名、住所などを記入して投票していました。投票日に仕事や旅行などで投票へ行けない有権者のために導入された期日前投票。県選挙管理委員会によると、前回知事選での期日前投票の投票率は全投票の 15.47% だったということです。投票を終えた有権者は、新しい知事に期待して投票しました。リニアあたりを早くやってもらいたいなと思いまして、はい、言葉を大事にしながら県全体の皆様のことを考えてくださるようです。期日前投票では入場券がなくても運転免許証などの身分証や聞き取り調査で本人と確認できれば投票できるということです。川勝前知事の電撃辞任により異例の短期決戦となった今回の選挙。静岡市選挙管理委員会の担当者は、何とか準備が間に合ったと話しました。今回の選挙につきましては、期間が短いこと、本当に自転車操業でですね、突貫工事で、行ったという、で今日にたどり着いたみたいな感じになります。ですね、今回17日間選挙期間ありますのでね、期日前投票も今日から、前日の25日まで、ここ開いておりますので、ぜひご利用いただければなと思います。期日前投票は投票日前日の今月25日まで、県内132カ所で受け付けています。